こんにちは、天板アカデミー堀秀夫です今日はデリバリープロパイダーというハンデということについてのお話なんですけどまあ以前ね Amazon が配送品質が一気に落ちたとヤマトとの提携が解除されてね、まあ、すごい、えー、使いにくくなったんですけどその動画最近再生回数が急に伸びたんでねまあきっとデリバリープロパイダーでまたトラブルが多くなってんのかなという気がします でその動画にね、えー、YouTube に、え、配達、デリバリープロパイダーの配達員経験者がコメントしていった、ね。これ7ヶ月前の動画なんですけど、まあ、この前まで Amazon の配達員してましたと。ね、これあのデリバリープロパイダーの配達員をしてましたってことですね。で、地方から来たばかりでしたが、東京の杉並区泉と同区、英福を担当しましたが、ほぼナビよりで配達していたので、 時間ばかりが過ぎての日々でした。道を知らない人が配達してたと。まあ、そこまでよくあることでしょうね。で泉は、ナビが人の上を走人の家の上を走る人。まあ、どこの、ね、ナビ使ってたんだろうって感じですけど、携帯で住所打ち込んで、近場まで行ったらナビ終了とかね、やっと見つけてチャイムならストレスが多数ありました。で、毎日のノルマ達成できず、クビになりました。 研修時間にも、研修期間にも変わらずに、少しは配達員の苦労も分かってほしいものですと。ねまあ、これはあの会社への泣き言なのか、デリバリープロパイダーがひどいということを書いた私、えー、動画を作った私への恨み事なのか分かりませんけど、まあ、配達員、大変でしょうけど、余計大変な状態をね、みんなで悪循環を作ってると。まあ、どういうことかというと、まあ、私がデリバリープロパイダーを使って思ったことね。 これ時間指定でデリバリープロパイダーが配達をするとなってると、まあ、どうせ時間通り待ってても来ねえだろうということでねえ、普通だったら、今までだったら午前中指定にしたら、午前中はいて荷物来ると待ってましたけど、まあ、その日に来ないってことまであるんでね、もうそもそも待っててもしょうがないと、ね。不在配達が入ってからそれからどうするか考えると。まあ、場合によっちゃね、えー、注文キャンセルしちゃって、まあ、コンビニ受け取りとかヤマトの営業所の受け取りにしようという人もいると思います。 まあそれぐらい、ね、使いにくいと。まあ、どうせね、時間通り配達されないっていうのがもう、ね、なんとか経験すれば思ってますんで、まあ、ほぼ一人暮らしの人はね、えー、いつ届くのかなって言って、配達するところがデリバリープロバイダーって書いてあったらね、あいつ来るか分かんないから待っててもしょうがないねと、まるで日本じゃなくて、海外と配達みたいな状態になっちゃってます。 そな,ね、なぜデリバリープロパイダーに時間してありの荷物を配達させるのかと、ね、そういう状態が多くなっててそれが原因のキャンセルとかクレームもあるの分かってて、まあ、なんでそういう配車するのかなと思ったらまあ、多分人手不足でそんなの選んでらんないんでしょうねそういう状態なんで、まあ、日本人は配送品質に非常に厳しいんで遅いと注文キャンセルする人もいますこれ結構きついですよね、まあ、販売者から見ると 注文キャンセルになったらね、キャンセル手数料取られるわけですし、まあ、場合によっては配送品質が悪いとね、新品で送ったものが新品で売れなくなっちゃうとか、販売不可になっちゃいます。あと、在庫が少ない場合はね、それによって販売期間のロスもあると。まあそういう反でもあるんでね、日本アマゾンでは注意が必要です。なんでそういう状態がほったらかしにされているのかと。ねまあ、これ、日本市場っていうのはね、正直あまりうまみがないと。 購買力でで言ったら先進国で最低レレベルそのくせクレームが多いといとう市場ですまあよくね GNPGDP ね国民総生産3位とか言われますけど、まあ、そうじゃなくてね一人一人の財布の大きさを比べてみるとまあほぼねベスト10のうち上位っていうのは北欧のねヨーロッパの豊かな国でアジアのマカオ中東カタール で、えー、まあ、おなじみの国だと、アマゾンがある国だと、8位アメリカっていうのが最高です、ね。で、9位シンガポール、10位デンマークとあって、11位にオーストラリアがあると。日本全然出てこないねって感じなんですけど、えー、22位まで見てね、えー、ニュージーランド、イスラエル、まだ出てこない。で、実は25位でやっと出てくる。ね、日本、ね。国民購買力ランキング、25位日本。ちなみに、 23位ね、ねフランスはもう、ねえー、税金上げるって言ったら暴動が起きるレベルですから、おとなしくね、えー、してる日本ってのはすごい特殊な国なんだなという気がします。まあ、そういう国なんでね、えー、まあ、おとなしいのはいいんですけど、ね、消費者はおとなしくないと。デ、え、モ、ー、はやらないけど、文句は多いで。そこに力を入れるより、 まあ激戦中のアメリカ市場。まあ激戦ですけど、アメリカはね、えー、やっぱ最大市場なんで落とすわけにいかない。ね、アメリカで、えー、非常に注力してる。アマゾンの力の入れる具合の話ですねで。あるいは新しい市場であるオーストラリア。ね、えー、購買力11位。購買力高いし、ライバルほとんどいないと。ここに力が入れられるの儲けるのは当然。またはインドや中国。ね、えー、一人一人の平均は低いですけど、ないしろ人口多いんでね、えー、アメリカ、 あるいは日本なんかとは比較にならないぐらい、えー、財布のでかいやつがいっぱいいるという市場です。それでね、まあ、日本の、日本はかなりもう注力してないんだなと思ったのはね、日本のアマゾン、最近偽物増えてます。アップルの AirPods 買おうと思ったらね、レビュー見ると、どう考えてもこれ、の偽物を送ってるだろうというようなレビューがね、ポンポンついてます。今、他の国のアマゾンなどそんなことないんでね、まあ、 アマゾンの中で日本って結構ほったらかしになってるのかなという感じですね。そんなわけで日本アマゾン結構逆風吹いてますんでね。まあ、使ってみて使いにくくなったなという気がしました。そんなわけで効率よく稼ぐならオーストラリアアマゾンに注力した方がいいです。デリバリアプロパイラーというハンデを背負ってる日本に力を入れてる場合じゃないと。で、アメリカ市場ね アメリカ市場もライバルが強すぎて、えー、そして、えー、新たに参入するとなると、金と手間が、ねえー、オーストラリアに参入するのと比較にならないぐらいかかります。そういった意味で、ね、今、アメリカ、あるいは日本でうまくいってない場合はオーストラリアがおすすめ、今から始めであってもオーストラリアがおすすめという形をね、やっぱデリバリープロバイダーの、えー、悪化具合を見てより確信しました。以上、天満アカデミー、堀秀夫でした。